はい、時刻は18時8分、外気温はマイナス3.0度ですね。はい、ちょっとね日も暮れまして一気にガクンと気温が下がったんですけど、今の時点でねマイナス3度なんで、まあどこまで下がるか楽しみですね。でまあね、まあぼちぼちあの夜の宴に入っていこうかなっていう感じなんですけど、まあ、自分のキャンプでいうね夜の宴っていうといつもねこう焼酎タイムなんですよ。で焼酎に合うつまみはねいつも作っていくんですけど、今日はですね焼酎持ってきてないっす。で何を飲むかと言いますと、今日はですね日本酒飲みます。でまあどういういきさつがあってねこの今日日本酒を飲むことになったかっていうと、これね夏にも一回やったことがあるんですけど、福の茂っていう、まあ、企業さんというか、まあ、プロジェクトをされているところから一つ商品提供いただきましたんで、今日はですねそちらの日本酒を飲んでいこうかなと思います。で改めてねこの福の茂っていうサービスが何なのかっていうのを話をすると、全国日本酒鑑評会で8年連続第1位を誇っている日本一の酒どころ福島県のお酒を全国に広めようじゃないかと、まあ、そういうねプロジェクトでありサービスでございます。でもうちょっとねこう踏み込んで話をすると、毎月ですね1回ご自宅にその福の茂が選んだ福島県に酒蔵がある酒屋さんのお酒をですねご自宅に配送してくれるという、まあ、そういうサービスでございます。でここまでだったらよくある話なんですけど、この福の茂さんのすごいところは、送ってくるお酒を作っている酒蔵さんがですねこのお酒に対して最も合うつまみはこれやっていうのとセットで送ってくるんですよね。なんでね、まあ、自分基本的に日本酒に対してそんなに知識がないんですけど、そういう方もですねマッチしたつまみとお酒がセットで送ってこられるんで、非常に安心して美味しくお酒が飲めるという、まあ、そういうシステムでございます。で自分ねそんなに日本酒が強くないんですよね、まあ、ただ最近、まあ、自分の周りでこう日本酒をねこう飲め飲めと勧めてくる悪い大人がどんどん増えてきまして、ちょっとねこの日本酒の美味しさとか良さっていうのをちょっと気づきつつあるんですけど、まあ基本的にねこうやっぱ日本酒って、まあ、ビールとかチューハイあとカクテルに比べて比較的ねこう苦手意識を持たれがちというか、あんまり得意じゃない方って多分多いと思うんですけど、そういう方のためにもこの福の茂さんはですね比較的飲みやすいお酒、そういうのをね厳選して選んでくれます。でなおかつこのクロートの方、福島県の現地でないとあんまり手に入らないようなねそういう希少なお酒っていうのも送ってこられることがありますんで、素人の方でもクロートの方でもね非常に楽しめるという、まあ、そういうサービスとなっております。というわけで、前振りはねこのぐらいにしまして、早速ですね本日のラインナップをご紹介していきたいなと思います。とりあえずね、まあ、自分の方はこんな感じでお品書きをいただいてるんですけど、これはね3月分のお品書きです。弥生ですね。はい、弥生です。順応ってね、お酒とおつまみ、これをね、紹介していこうと思うんですけど、まずね、お酒が1本、で、おつまみが5品あります。なんで、まずお酒なんですけど、これはですね、福島県双葉郡浪江町にある株式会社鈴木酒造店から、純米吟醸。いわきことぶき、こちらですね、ラベルがこの大量期の非常に洒落たデザインとなっておりますか。まずね日本酒これです。でこのお酒を作りました鈴木酒造店さんが、このいわきことぶき、これに対して最も合うと考えたおつまみ5品まずいきます。1品目から、チーズのたまり漬け、ゆず大根、木だる醤油と本みりん発酵糖のおかき、赤魚の開き、サンマのポーポー焼き、以上5品がですねこのいわきことぶきを作った酒蔵さんが最も合うであろうと推奨するおつまみでございます。でとりあえずねこんな感じで盛り付けてるんですけど、チーズのたまり漬けとおかきとゆず大根、これはですねもう袋から出したらもうそのまますぐ食べれるんですよ。ただこっちのね赤魚とサンマのポーポー焼き、この2つはですね焼かないと食べれないんですよね。でまあ今焼いてもいいんですけど、この気温なんで今焼いちゃうと多分食べる時ねめっちゃ冷たくなってると思うんですよ。なんでね食べる直前、なんだったら焼きながら食うみたいなね、そういう感じでいいと思いますんで、これはねちょっと後に回しまして、このおつまみ3種を当てに早速飲んでいきたいと思います。これも買ってきましたよ、ぐい飲み、ちなみに備前焼きです。なんでね、早速やっていきたいなと思います。いざ、いわきことぶきです。でねこんな感じで生酒って書いてるんですけど、私ですね皆さんご存知の通り日本酒がね全然詳しくないんで、この生酒っていうもの何かねちょっと調べました。そうしたらね日本酒って基本的にねこう加熱処理をするらしいんですけど、この生酒っていうタイプはその加熱処理がねされてないらしいんですよ。なんでねそれを生かすためにも基本的には冷酒とか冷やで飲むのが一番いいらしいんですけど、この子に関してはねちょっと缶にして飲むのも全然美味しくいただけるらしいんで、今日はねこの後、まあ、寒いんでね、ちょっと缶にして飲んでみようかなと思います。とりあえずこのまま、まあ、冷酒ですねもうほとんど冷蔵庫の中で飲んでるようなもんなんで、さあいざ、ではいわきことぶきの冷酒ですね。とりあえず福島県はどっちかな、多分こっちの方向ですね。
ここは岡山県真庭市からいただきます。乾杯。これはどうなのか、なんか結構スルッときたんですけど、なんかフルーティーっていうのかな、詳しくないんでちょっとよくわかんないんですけど、率直な感じで言うと、あのもう一口飲みやすい、あの全然飲みやすくて、俺はフルーティーって感じた。うまい。で、ちょっとおかき、あのさっきあのつまんだんですけど、めちゃめちゃうまかったです。カメラの前では食べてないんで、ちょっと箸でおかきをいただくっていう、こういう感じで。うん、うまっ。っていうか、まあ、あの、なんだったらね、カメラ回ってないところで全部一個ずつつまんでるんですけど、とりあえずカメラ回ってるところで食べるのは初ですね。うん。ああ。この、なんていうかね、前回の時もそうだったんですけど、福野も推奨のこの漬物関係、めちゃめちゃうまいです。マジでね、びっくりするぐらいこの漬物が美味しいんですよ。いやー、すごいなと思います。一番の、それっぽくちょっと盛り付けてみたんですけど、いただきます。うん、まあ、やっぱね、あのつけられてるっていうのもあるんですけど、すごいね、もうホロホロのチーズですね。やっぱあのチーズって言ったらこうどっちかっていうとワインとかね、そっち系のイメージ強いんですけど、これはねもう絶対日本酒、俺でも分かります。あ、うまい。なんかほんと和食に合うチーズっていうね、まあ、そういう感じですね。めちゃめちゃうまい。というわけでちょっとまあ一通りつついて、一通りまあ飲んでみたところでですね、あの赤魚とサンマを焼くためのね炭をちょっと起こそうかなと思います。今日ね、あのおきびじゃないですよ、炭持ってきました。しかもねこれです、キャプテンスタッグの超高級備長炭です。見てください皆さん、これ1年ぐらい前に買ったんですけどね、あのお金持ってる人はねこういうのちゃんとバン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 使っちゃうんかもしれないですけど、お金持ってない人はねこういう炭ね、あの一箱ある1年かけて使うんですよ。ここぞという時のタイミングでしか炭は使わん。赤魚とサンマ焼いていこうと思います。混ざってわからんようにならんかな。よいしょ。こんな感じでとりあえず置いとったら、まあ火がつくんでね、火ついたらあのちっちゃいシリンにね移します。これかな、なんかちょっと赤くなったらどれがどれか全然わからんけど、それっぽいのを取っていきましょう。ビンチョウタン使って魚焼けることなんかめったにないですからね。わかるかな、これですよ、これこの音がビンチョウタンっす。めったに使わないんでね、すげえ高級な感じがします、あの音聞いたら。これでもうほぼほぼなくなりましたね、このキャプテンスタッグのビンチョウタン。長い付き合いでした。ちなみにね、なんかあの最近こうテレビの CM でね、なんか見たんですけど、なんか鹿の王っていう映画ないですか。あれね、俺キャプテンスタッグの話かと思ったら全然違ったんですね。あー、うまっ。はい、時刻は19時21分、外気温はマイナス 4.0 度ですね。寒い。ちょっとマジで寒くなってきましたね。とりあえず、あの七輪の準備もできましたんで、これ、この赤魚をね、これやっていこうと思います。これ一番ね、俺楽しみにしてたんですけど、思ってたよりね、だいぶでかいんですよ。俺のこの七輪に乗らない。無理ですね。とりあえず、ちょっと半分切って、半身食べようかなと思います。とりあえず、切ります。まあ、あのこの赤魚はねもうすでにさばかれてますんで、まあ、いつもの掛け声はとりあえずいらないと思うんですけど、まあ、あの BGM はとりあえずつけておきます。どうぞ。カッチカチやなこれ。よっしゃ、取れた。こんな感じでとりあえずあの切断完了です。なんで皮からだね。半身はとりあえずね袋に入れて持って帰ります。で多分ねお湯もだいぶいい感じだと思いますんで、この三等兵チロリを使いまして缶にしていこうと思います。いや寒くなってきたな、マジで冷えるわ。でまああの軽めの缶って書いてたんで、どのくらいか分かんないですよ。まあちょっと塗装があったらまあ良くないかなと思いますんで、火から下ろしまして、こんな感じでね、ここにそのまま入れて温泉卵形式でねちょっと温めていこうかと思います。これでも多分さっきまで沸騰してましたんで、多分ねだいぶ温まると思うんでね、こんな感じでちょっと温めます。でまあ一緒にねちょっとサンマのポーポー焼きもやっていこうと思うんですけど、サンマはね、はい、つかない。くそが。こんな感じでスキレットセットです。まあ、なんかこの形的にね鉄板で焼きたい気持ちではあるんですけどちょっとスキレットにあの出したんで、あのスキレットでいきますね。よいしょ。あ、やばい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 。せーの、よいしょ。まあ、ちょっとなんかの真ん中の方焦げましたけど、まあこの辺はちょっとご愛嬌ということで、こっちから
ちなみにね、このサンマのポーポー焼きっていうやつは、新鮮なね、まあ、サンマのすり身に、まあ、生姜とかネギ、あと味噌を加えてね、まあ、混ぜた、いわきの郷土料理らしいです。じゃあ、まあ、ぼちぼち焼けたと思いますんで、サンマのポーポー焼きをね、ちょっと切ってみましょう。さあ、どんな感じかな。ちょっとね、このポーポー焼きっていうのはどんなもんかわかんないんで、なんとも言えない部分はありますが、緊張の第一投。それじゃあ、いきますよ、皆さん。せーの、パカッ。おー、どうすか、こんな感じ。美味しそう、めっちゃ美味しそう、これ。ちょっとね、早速、これ火からあげまして、いただきます。じゃあ、キャンプの夜に、岡山県真庭市から、いわきの郷土料理、サンマのポーポー焼き、いただきます。すごいね、なんか懐かしい味がする。ちょっとやっぱね、サンマっていうのもあって、スミレっぽい感じかな、雰囲気的には。現在の時刻は20時28分、外気温はマイナス8.5度、焚き火の前でもマイナス7.0度ですね。俺はね、この福島県のお酒の魅力をね、頑張って伝えようと、マイナス8度の中でね、切磋琢磨してます。よければグッドボタンください。そういうのが励みになりますね。というわけでね、ちょっとこの赤魚がまあいい感じだと思いますんで、これ引き上げます。せーの、おいよ。しゃ、オッケー。今日この日のために買ってきた大葉。あー、寒い。なんか寒くて、ちょっと思考がなんかおかしくなってきてますね。よし。うわ、めっちゃ寒い。で、大根おろしです。凍ってないか、これは。大丈夫か。いろんなものがちょっと凍り出してきてますけどね。大根おろしはさすがに。はい、凍ってます。大根おろし凍ってます。マジか。このなんかチューブのめちゃめちゃ便利なやつあるやんと思って買ったのに、凍っとるやんけ。よっしゃ。うわー、なんかラードみたいな。シャーベット大根おろしですね。これちょっとね、こう身をほぐしまして。あ、絶対うまい、これ。いただきます。あー、最高。この赤魚っていう魚ね、あんまり身近ではないですけど、食べることは多いんですよね、意外と。うまい。まあそういうわけでね、自分の方はちょっと寒さでだいぶ思考も止まってきてますんで、とりあえずね、この赤魚と、日本酒、これをね、美味しくいただこうと思いますんで、皆さんあとは食後にお会いしましょう。それでは。はい、今の時刻は20時50分、外気温マイナス8.9度、焚き火の前でマイナス8.0度ですね。で、まあね、今日のちょっと締めとしまして、最後まとめると、今日ね、自分が提供いただいたこの福野さんのセットっていうのは、6000円のね、スタンダードコースっていうので、セット内容がこの4合瓶が1本と、それに合うおつまみが4品から5品っていうね、まあそういうセット内容になるんですけど、まあ前回もね、同じ内容のものをいただいたんですけど、まあ、正直ね、一人で食べるんだと本当十分な量ですね。まあ俺的にはもう2人かな。2人でも全然楽しめるぐらいの、セット内容だと思いますんで、これよりね、おつまみとか少なくていいんで、もうちょっと値段が安い方がいいですっていう方のためには、そういうコースもあります。で、もっとね、おつまみも欲しいし、お酒も飲みたいっていう方のために、ちょっと値段は高くなるんですけど、そういうコースもあります。なんでね、下の概要欄のところに、リンクを貼ってますんで、よければね、ちょっと見るだけでもいいんで、見ていただければ俺は幸いかなと思います。これ前回の時にも多分言ったと思うんですけど、こう結婚してて家庭を持ってる方って、キャンプ許可が出るのって大体月に1回ぐらいだと思うんですよ。なんでまあそういう時にですね、この月に1回こう送られてくるこう福野さんのセットを持ってキャンプに行ったらね、これだけでもう十分完結しますんで、プチ贅沢じゃないですけどね、そういうのもちょっと味わえるのも全然いいと思いますし、オンラインでね、この酒蔵さんとの飲み会とかもできますんで、そういうのもね、すごい充実してるなっての思います。まあ、ただね、ちょっと俺が一番言わせていただきたいのは、俺もねすごいお酒好きですし、俺の動画見てくださって皆さんも多分お酒好きな人多いと思うんですよね。ただあれですよ、例の感染症の影響でアルコール業界ね、すごい大打撃を受けてるんですよね。まあそういうのをね、ちょっと払拭するというか、まあちょっと活気づける意味でもね、よかったら本当にちょっと見るだけでもいいんだね、見ていただけたらね、俺は嬉しいかなと思います。あ、うまっ。まあそういう感じでね、だいぶ冷え込んできたんですけど、自分の方はもうちょっと焚き火楽しんでね、その前で熱燗飲みながらゆっくりしたいなと思います。それでは皆さん、寒いですけど、まあ、寒さはね多分問題ないです。俺には難がついてますんで、明日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。また明日。
はい、おはようございます。現在の時刻は、7時24分、外気温-3.7度、負けないが-3.4度ですね。ちなみに昨日の最低気温なんですけど、22時14分の-10.2度っていうのが今回の最低気温になります。で、なんかね、明け方からちょっと雪が降ってきて、なんかね、こんな感じでテーブルとかにね、若干積雪があるんですけど、このまんまだったらね、ちょっと車が埋まって出れなくなっちゃう可能性がありますんで、まあ雪も降ってますんで、今日はね、朝の焚き火はなしにして幕内でね、コーヒーパパッと飲んだら撤収して帰ろうかなと思います。うわわわ、ほんとめちゃくちゃ埋まってるっていう感じじゃないんで、ほんと朝から降り出したんでしょうね。ヒルゼンもギリ見えてますね。こんな感じでモーニングヒルゼンです。オープン。いい湯気ですね。今日飲むコーヒーはこちらです。スタバのカフェベロナ、ローストの甘い風味と深みのある味わいって書いてますけど、これをねいただこうと思います。配合はちょっと一回一回手袋せんといけんのがめんどくさいわな。じゃあいただきます。乾杯。あーうまっ。でまあね、あの今回のキャンプね、ちょっとバッと振り返ってみて思ったのは、もう春の匂いがちょっとしてきましたね。なんか雪中キャンプ多分できるのはまああと1回か2回ぐらい、多分この量の積雪量でやるのは多分今回がもう最後だと思いますんで、残念ですね。最悪なことにちょっと春の足音が聞こえてきてますんで、一年中ずっとこんな天候だったらも最高なんですけど、夏になったらね、虫が出てきてゴザで寝るのもなかなかしんどい時期になってきますけど、まあ、夏のキャンプは夏のキャンプで、ね、あの虫の鳴き声とかがいいんで、まあ、それはそれで結構好きなとこはあるんですけど、やっぱ暑いんでね、寒い方が全然いいですよ。まあ、あのキャンプする分でいうと、真夏のあの35、6度よりマイナス10度の方が圧倒的に快適ですからね。ああうまっ。まあそういうわけでね、このコーヒー飲み終わって日々ね、ひとしきり楽しんだらぼちぼち撤収入ろうと思いますんで、皆さん後ほど。時刻は9時52分ですね。こんな感じで撤収完了です。じゃあ自分の方はですね、ぼちぼち帰っていこうと思いますので、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、概要欄からね、Twitter とインスタのフォローよろしくお願いします。それではさよなら、また来週、バイバイ。